メディアを再生するコートイン、エイキャバレー、チャップリンの総理大臣は1914年公開の短編サイレント映画。キーストン社による制作で監督はメーベル・ノーマンド。1971年に映画研究家ウノ・アスプランドが制定したチャールズ・チャップリンのフィルモグラフィーの整理システムに基づけばチャップリンの映画出演12作目にあたる。別放題は キャバレー五男の巻。チャップリン映画の定番の一つである、替え玉は成りすまし者に属し、この系譜は、以降、チャップリンのかける落ちや、チャップリンの伯爵などに引き継がれる。上流階級を皮肉るという点においても、チャップリンのスケートや、ノラクラ、街の明かりの線香を成している。怪しげなキャバレーで、ウェーターとして働くチャーリー。ふとしたことがきっかけで、ギリシャ大使の名刺を盗み、 それを使って紳士になりすまして、女性をくどこうともくろむ。大きなパーティーに誘われたチャーリーではあったが、時間を持て余したのかキャバレーに戻ろうと焦り出す。一方、ウェーター仲間はチャーリーの正体を暴いて吹聴し、スラムへ放り込もうと画策する。やがて、正体がバレたチャーリーはキャバレーで袋叩きに会うので、あった。この作品では、 当時のチャップリンの愛犬であるダックスフントが登場し、チャーリーをキャバレーの外に連れ出す役目を果たしている。もっともチャップリンは、後年、チャップリンの検討や、犬の生活で犬を巧みに使う作品を制作するが、ダックスフントはストーリーを広げる役割を果たしている。ものの、それらの作品ほど関係が深いわけではない。エトセトラ1914年制作。 2010年発見の泥棒を捕まえる人を除く、ありがとうございます。